ナミさん、はい、質問です、はい、プロ野球で退場になった選手ってその後何してるんですか？退場になったらすぐあのロッカーに戻るよね、うん、で戻ったらまず着替えて、うん、くつろいでるめちゃくちゃ怒り狂ってロッカーに八つ当たりしたりしないですか？まあ、その退場の仕方にもよるけど、大体退場する人ってね、カーってなってる人がバーって暴言吐いたりして退場すんねんけど、うん、ロッカーに戻ってこう一段落すると、うん、みんなやっぱ落ち着きながら、うん、もう我が家のようにくつろいでる人多いよ。怒られたりとかは？みんなの前でお前何してんねんとかっていうのは俺は見たことないし聞いたこともないよ。全然なんか普通。そうなんだ、うん。